始まるのか。よっよっさおお、なんて速く激しい腕の走らせ方だ。魂を込めて書いてるのが伝わってくる。うん、すいません。完成じゃん。大規模発作。シャーペンで書きました。何を言う、わしの人生すべてを乗せて書いたとこに。なんて乏しい人生だ。お前も書いてみるか。え、いいんすか。うん。お前はわしが覚えるのに20年かかった半紙の折り方をたった1週間でマスターしたからな。はい。どうやら僕には才能があるみたいです。何を書けばいいんですか、これは。うん、そんなこともわからんのか。お前の夢、目標、どう生きていくのか。魂に聞いて文字にしてみろ。あ、わかりました。すいません、魂の方いらっしゃいますか。どう聞くんではない。うん。今感じました。オッケー、そのまま行け。餃子で行きます。いや。顔じゃなくて筆を動かせ。どうすかこれ。もうよくできとる。踏まないでもらって。こらわしも負けてられないな。え、まさか俺の魂でしか表せない餃子は先生が再現するってことか。黙ってくれるか。すいません。どうだ。だから細いって。いやーにしてもいい出来だな、これ。ありがとうございます。じゃあ記念にここにお前の折った半紙を飾っておこう。いい出来って折り方の方ですか。